こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今回は NHK 連続テレビ小説おかえりモネの第20週第96話から第100話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。おかえりモネの第96話のあらすじは以下の通りです。第20週気象予報士に何ができる？第96話では百音の決断とふるさと気仙沼への思いが深く書かれました。百音が提案したあなたの町の気象予報士全国津々浦々計画は社長の安西によって新事業としては採用されなかったものの、安西の計らいで百音はウェザーエキスパーツ社の地方営業所スタッフとして気仙沼に戻ることが決まります。この決断は運命の転換点として描かれており、百音の成長が一層鮮明に現れています。百音が気仙沼へ帰るという選択をする背景には、故郷の人々と共に生きていきたいという強い思いがありました。手紙を通じて綾子にその気持ちを伝えるシーンでは、百音の真摯な気持ちが伝わってきます。これまで東京で培ってきた経験を故郷のために生かすという決意を固めた百音は、もはや過去の自分とは別人のように感じます。主人公が自らの道を切り開く場面に強いドラマ性が宿りますが、百音もまさにそのような瞬間を迎えています。また東京で行われた百音のお別れトリコのお祝いのシーンも印象的でした。リコが仙台のテレビ局のメインキャスターとして採用されることが決まり、百音がその中で自分の道を選ぶ姿がまさに時代背景を反映しています。百音とリコの道は分かれたものの、それぞれが自分の生きる道を選び成長していく様子には、まるで過去の英雄たちが新たな局面でそれぞれの役割を果たすような感動があります。特に注目すべきは百音とアスミの飲み明かすシーンです。アスミは故郷に戻るつもりのない自分に対して、百音のように故郷に戻るつもりがない自分を薄情だと感じるようになります。百音が故郷に帰ることでアスミが自分の心を打ち明ける場面は、友情とそれぞれの選択が交錯する深いドラマを感じさせます。二人の間には強い絆があり、百音の決断がアスミにも大きな影響を与えたことがわかります。まるで時代を超えて運命が交錯し合うかのような感動を覚えました。百音が故郷に戻ることを決意したことは、単なる個人の選択を超えた大きな意味を持っています。気仙沼という町に戻り、そこで新たな生活を始めることは、まさに過去の自分との決別を意味します。この選択が百音にどんな変化をもたらすのか、また彼女がどのように地域に貢献していくのか、今後の展開が非常に楽しみです。このエピソードからは百音の成長、そして故郷や家族への愛と責任感が色濃く描かれており、まるで新たな使命を背負って再出発するような感動を覚えました。おかえりモネの第97話のあらすじは以下の通りです。第20週気象予報士に何ができる？第97話では百音がついに故郷気仙沼に戻り、新たなステージでの挑戦が始まります。このエピソードでは百音の成長と故郷との深い絆が描かれており、まさに歴史ドラマのように過去を背負いながら未来へと進んでいく主人公の姿に心を打たれます。百音が気仙沼に戻ってきたのは2019年11月のこと。長い間東京での生活をしていた彼女が潮風を浴びながら故郷に足を踏み入れるシーンは感慨深いものがあります。故郷に戻ることはただの地理的な移動ではなく、過去の自分との決別、そして新たなスタートを意味します。百音の心情がよく表れており、まるで一つの時代を終えて新しい時代を迎えるような壮大な転換点に立ったような気がします。また百音は地元の気象サービスの活動を始め、気仙沼市役所を訪れることになります。市役所で出会う優斗から紹介された観光課の遠藤は、百音の提案に最初は乗り気ではありません。主人公が新しいアイデアを持ち込んでも、
それがすぐに受け入れられるわけではないという現実的な描写です。しかし百音は諦めずに遠藤の兼務しているハマライン課に目をつけます。この課が運営しているコミュニティ FM を通じて地元住民の要望に応える形で気象予報を提供するアイデアを思いつくのです。この新しい試みが知恵を絞り困難を乗り越える瞬間そのものであり、百音が地元に根ざした形で活躍を始める重要な一歩となります。百音が遠藤に気象予報の放送を提案し、遠藤がその提案を受け入れるシーンは非常に印象的です。百音の粘り強さと人々のために自分の力を尽くす姿勢が伝わり、まるで大きな時代を背負った人物が次の時代を切り開こうとするようなドラマ性がありました。こうした新たな道を切り開く人物像がよく描かれ、見る者を引き込んでいきます。数日後、百音の放送が始まるという予告があり、この新しい挑戦がどのように進展していくのか非常に楽しみです。百音が自分の持っている知識や経験を故郷のために生かす姿は、まるで過去の偉大な人物が自らの力を使い新しい時代に貢献するかのような感動的な展開です。百音の挑戦は単なる仕事や生活の選択にとどまらず、彼女がどれだけ自分を成長させ故郷の人々の役に立とうとするのかという人間的な成長の物語です。ドラマのファンとしては、百音が新しい時代の気象予報士として地域社会にどう貢献していくのか、その先に待つ未来を見届けたくなります。おかえりモネの第98話のあらすじは以下の通りです。第20週気象予報士に何ができる？第98話では百音の成長とその活動が一層深まる瞬間が書かれ、見る者の胸を熱くさせます。彼女が気仙沼で地域のために立ち上げた気象予報の放送がまさに新しい時代を切り開く挑戦であり、その過程で直面する困難がリアルに書かれている点が印象的です。百音が提案した地域の人々の役に立つ気象情報の放送がついに実現します。ハマライン課の課長遠藤の協力を得て、コミュニティ FM はマライン気仙沼で気象予報を流し始めることになりました。この決断は百音が持つ理想と地元住民への貢献心が結実した瞬間として書かれています。彼女が故郷に戻り、ただの復帰ではなく地域貢献を真剣に考えて行動を起こす姿は、まるで過去の偉大な人物が地域のために自らを捧げる姿を思わせます。しかし予期せぬ形で問題が発生します。放送が始まった直後、地元からのクレームが殺到し、百音はその苦しい状況に直面します。情報過多になりすぎたため気象情報を延々と放送してしまい、逆にリスナーの反感を買ってしまったのです。これは百音が人々の役に立ちたいという強い思いから生まれた結果ですが、ドラマはその現実的な側面をしっかりと書いています。百音の理想が必ずしも全ての人々に受け入れられるわけではないという理想と現実の対立が顕著に現れています。このシーンは過去の時代における改革者が直面した課題と重なる部分があり、まるで新しい時代を築こうとする人物がまず直面する壁にぶつかる過程を見ているようです。一方で百音の家族や仲間たちの関係も次第に深まっていきます。長浦家に集まった優斗や三男は百音とその周囲の人々が抱える複雑な感情に向き合い始めます。特に優斗と三男の間で亮と道の関係に対する微妙な心情が書かれ、ドラマの人間模様がさらに豊かになります。百音の地元に貢献したいという思いが他の登場人物との関係にどのような影響を与えるのか、この先の展開にも期待が高まります。亮が百音に対して綺麗事にしか思えないと言い放つシーンも視聴者に深い印象を残します。百音の思いが真剣であればあるほど彼女の目指す理想と現実の厳しさが浮き彫りになります。この対話は過去の時代においても
改革者たちが理想を掲げて進む中で受けた批判や反発と重なり、時代を超えて共通するテーマに触れたように感じられます。百音の挑戦は地域に貢献したいという純粋な思いから始まったものの、現実の厳しさや周囲との葛藤を通して深みを増していきます。まさに理想と現実の間で苦しみながら成長していく百音の姿に今後ますます目が離せません。おかえりモネの第99話のあらすじは以下の通りです。第20週気象予報士に何ができる？第99話では百音の理想と現実がぶつかる瞬間が書かれ、ドラマの深みが増してきます。気仙沼に戻った理由をめぐる亮の冷徹な言葉が百音にとって痛手であり、視聴者にとってもその心情がひしひしと伝わるシーンでした。しかしその一方で綾子の優しさと励ましが百音の心の支えとなり、これまでの理想と現実のギャップに悩みながらも百音が成長し続ける姿が浮かび上がります。百音が気仙沼に戻った理由は地元に貢献したいという純粋な思いからでしたが、亮の言葉によってそれがきれいごとと切り捨てられてしまいます。この冷徹な意見は百音にとっては辛いものですが、同時にドラマの中でよく見られる理想と現実の厳しい対比を象徴しています。特に彼女が見せる心の葛藤は、改革者たちが理想を掲げ現実の厳しさに立ち向かう姿と重なります。綾子がその場の空気を和らげ百音を励ますシーンはまさに彼女の母として、また仲間としての深い愛情が感じられる瞬間です。百音は綾子の励ましを受けて再び自分の道を信じて歩き出します。この支え合う関係こそが物語を通して描かれる重要なテーマであり、百音の成長には欠かせない存在です。翌日、百音の職場には漁協の組合長太田尾が現れ、アワビ漁の解禁日についてラジオで告知するように頼まれます。ここで百音は気象情報をどのように活用できるかという新たなアイデアを思いつきます。しかし太田はその提案に関心を示しません。これもまた理想と現実のギャップを感じさせる瞬間であり、百音がどのようにしてこの壁を乗り越えるのか、今後の展開に注目が集まります。また百音の周囲では工事が昇進するなど、家族の動きにも変化が見られます。仙台への転勤が決まったものの、工事の複雑な心情が書かれ、地元への思いが強い彼にとって心中は穏やかではありません。このような家族の関係性が物語に温かみを加え、視聴者の共感を呼び起こします。さらに地元住民たちがラジオで秋祭りの宣伝をしたいとやってくる場面では、百音の提案に対するリアクションが徐々に変わり、彼女の持つアイデアが少しずつ形を成しつつあることが感じられます。このように百音が地域とのつながりを深めながら気象情報を活用して地域貢献を果たしていく姿は、まさにドラマが各地域との絆を象徴しています。百音の挑戦は続きます。理想を掲げた彼女が現実の壁を乗り越える姿には、時代を動かす力を感じさせます。百音の成長とともに今後ますます目が離せません。おかえりモネの第100話のあらすじは以下の通りです。第20週気象予報士に何ができる？第100話では百音の成長と地域との絆がさらに深まる重要なエピソードが展開されました。百音が地域に貢献するために奮闘する姿は、まさに現実に立ち向かう姿を彷彿とさせます。彼女の予測と決断が秋祭りという地域の行事にどれほど大きな影響を与えるのか、その過程はとても見応えがありました。秋祭りの宣伝をしたいと三角をはじめとする地元商店街の店主や子どもたちが百音の職場にやってきます。百音の職場であるハマライン気仙沼では、その日の放送内容を変更し、生放送で街中に秋祭りのことを伝えることになりました。この場面で地域の人々と百音が一丸となって祭りを盛り上げようとする姿勢が書かれ、彼女が地域にとって欠かせない存在であることが改めて実感できました。
しかし、百音が本当に注目したのは、秋祭りの当日、午後から強風が吹き荒れるという天候の予報でした。百音が持っている気象データを駆使して予測した通り、祭りの安全を確保するためには延期すべきだと考えたのです。これは、ただの天気予報ではなく、地域の安全を守るために必要な判断でした。しかし、秋祭りの準備が進んでいる中、美香子たち商店街の人々は百音の提案をすぐには受け入れることができません。その時、百音の懸命な説得が功を奏し、最終的に秋祭りの延期が決定されます。この場面では、百音が一方的に決めるのではなく、地域の人々と意見を交わし、最良の決断を導き出す過程が書かれていました。地域との信頼関係が深まる様子は、まさに時代の変革を象徴するものです。百音が持つ理想を実現するためには、単に知識や情報を提供するだけでなく、相手の気持ちを理解し、共に歩む姿勢が重要であることが示されました。そして迎えた秋祭りの日曜日、百音の予測通り、午後から強風が吹き荒れ好天となります。これにより、祭りの開催が危うくなるところでしたが、百音の早期の判断が地域の安全を守る結果となりました。美香子は百音の予測に感謝し、彼女の頼りにしていた気象情報が、まさに地域に役立つものであったことを実感します。百音の成長を支えたのは、確かな知識と地域への深い思いであり、それが彼女を真の地元の支え手としての存在に変えました。また、漁協の太田が百音の気象情報をアワビ漁に活用する場面も書かれ、百音の情報が様々な分野で生かされていることがわかります。このように、百音が持つ知識と情報が、地域社会にどれほど重要な役割を果たしているのかを改めて実感することができました。この第100話を通して、百音が成し遂げたことは、単なる予測や知識の提供にとどまらず、地域を守り、支えるための決断力と行動力であることが強調されました。歴史ドラマにおいても、理想を掲げた者が現実の壁を乗り越える姿が描かれることがよくありますが、百音の物語もまた、時代を動かす力を秘めたドラマであると言えるでしょう。今後も彼女がどのように成長し、地域に貢献していくのか、その先に待つ展開に期待が高まります。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは、国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。